皆さんこんにちは、イナワーク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日は iPhone のメモアプリについて便利な機能をご紹介したいと思います。メモアプリの使い方は以前の動画でご紹介していますが、定番の使い方以外に結構新しくなった機能としていくつかあるんですね。それも踏まえて私から今日は3つ使い方をご紹介したいと思います。では次の画面をご覧ください。早速使ってまいりましょう。まずは一つ目、以前にもご紹介したんですが、メモアプリの中のカメラをかざします。その被写体に文字が入っていたとします。すると写真を撮るだけではなくて、そこにある文字を文字化してくれる、テキスト化してくれる機能があります。では実際やってみますね。メモアプリを起動した状態で下のカメラのマーク、こちらをタップします。するとこのように選択を聞いてきます。今回は一番下にあるテキストをスキャン、こちらをタップします。するとこのようにカメラが下から表示されて、入力したいテキストを探してくださいとあります。今回はね、被写体に何もなかったので、たまたまここにあったレシートをかざしてみたいと思います。ではレシートをかざします。するとこのようにフォーカスが当たると、ほらこんな感じで打っていないんですが、このように文字化してくれているのがわかりますね。フォーカス枠がうまく当たったら入力をタップします。すると簡単に文字を入力することができました。これがまず一つ目です。そして二つ目はこの下にある鉛筆のマークありますよね。こちら昔からありますが、ここタップします。するとこのようにいろいろな種類のペンが表示されました。こちらからタップをすると、ちょっと書いてみますね。こんな感じになります。丸になりましたね。筆の種類などを変えて、細かったり、それからここで色を変えたい場合はタップをして色を選んで×で消します。それでなぞるとこのように書くことができます。あとは消しゴム、ちょっとこんな感じでなぞって消すことができます。このようにいろいろあるんですが、今回ご紹介したのはそこではなくて、こちらプラスのマーク、こちらをタップします。するとここにステッカーというのが追加されたんですね。このステッカーご存知ですか？ではステッカーをタップします。すると上にメニューが表示されます。こちらからタップして確認をしますね。ステッカーはありませんとなりますが、今までいくつかステッカーを作った場合はこちらに表示されます。新しくステッカーを作りたい場合にはこちらになります。他にはこのようにニコちゃんマークとか、それからこちら、あとはこんな感じでいろいろな動物がありますね。そしてこちら、結構かわいい感じがしますね。今回行いたいのはこちらの左から2番目の新規ステッカーを作ってみたいと思います。これステッカーというのは、先ほどもお話ししたように今まで作ったものがあればここに表示されてきますので、一度作ったら何度でもそこからステッカーを貼ることができるんですね。ではステッカーをタップします。するとこのように写真を聞いてきます。ではクロちゃんの写真をステッカーにしてみたいと思います。写真をタップします。はい、するとこのようにちょっとね、周りにこのように動きが出てきたのが分かりますか？少し光ってるんですよね。このように被写体と、それから後ろに背景にあるものと色が反転しているものは、結構上手にステッカー作ることができます。今回クロちゃんなのでね、かなり反転してますから簡単に作ることができそうです。ではこれで右下のステッカーを追加します。すると一つステッカーを作ることができました。このステッカーに対してエフェクト、効果をつけることができるんですね。
では今回は効果をちょっと試してみます。エフェクトを追加をタップします。するとこのようにたくさん効果が表示されています。今オリジナルになっているんですが、こちらタップすると少し外側がこう影付きみたいな、白い影付きみたいなものですね、こんな風になったり、3つ目コミックにするとちょっとあんまり変わり映えはないですが、大きくすると分かりやすいかもしれません。その他にプクプクやちょっと平らな感じですね、キラキラ、今回は左から2番目のこれアウトラインですよね、タップして外側を白くアウトラインをつけてみたいと思います。これで完了をタップします。次からはこのステッカーをすぐ選ぶことができます。新しく追加したい場合にはプラス、やっぱりこれいらなくなったなと思ったらこのステッカーを長押しをして離すと、このようにエフェクト編集とそれから削除があります。削除をしたい場合にはこちらの削除を押してください。今回は何もしないで、これをこのメモの中に入れていきたいと思います。猫ちゃんをタップします。大きさを少し変えてみたいと思います。こんな感じで大きくしてみます。動かしたい場合にはこのように任意の場所に配置をしておきましょう。このように写真からステッカーを作ることができます。あらかじめ用意されているステッカーなども入れることができますので、ちょっとねメモを飾りたいなという時、ステッカーを使ってみてください。では最後にですね、図形を入れてみたいと思います。図形というのはね昔からあるんですが、図形の塗りつぶしがちょっと分かりづらかったりするので最後ご紹介したいと思います。3つ目は図形になります。ではもう一度ここからプラスをタップし、今度はシェイプを追加、まあ図形と言ってしまいましたけどシェイプという言い方をするんですね。シェイプを追加します。ではこちらから前とちょっと変わりましたよね。ただの四角や丸だけではなく、三角や六角形や矢印、星、吹き出しなどがあります。では今回は星にしたいと思います。星をタップするとこのように星が入りました。ちょっと移動しますね。押しながらちょっと移動してみます。大きさを変えるときにはいつものようにハンドルを少し押しながらドラッグをしていきます。あとこの緑のマークに関してはこのようにちょっと変わった星ですね。これここまで来ると丸に近い状態です。そしてもう一つこちらの緑の丸、こちらに関してはこのようにくるくる回していくとこんな感じで星から画数を選んでこんな感じにすることもできました。試してみてくださいね。ではこちら下を解説します。まず左側、大きく分けて左と右になるんですが、左側は線、そして右側は中の塗りつぶしになります。こちらの左側の線というのはこちらは色、そして線の太さ、右側の塗りつぶしの色、そしてこの数値に関してはこれ線ではないですから、不透明度、透明度、不透明度、要は透過性を作ることができます。まずは左側から線の色を選びます。今回は赤にしてみます。そしてこちらに線の不透明度を選ぶことができます。線なしにしたいという場合にはこれをこちら左側に向けてください。今回は線はつけておきたいのでこのままにします。では×で閉じます。そしてこちらは線の太さになります。線の太さをスライドで選ぶか、もしくは数値で選ぶようにしてください。では右側の塗りの色ですね、塗りの色は黄色を選んでみます。では×で閉じます。すると黄色になりました。こちらは透明度になるので、このスライドをこのようにドラッグをしていくと全体的に薄くなったり濃くなったりしているのがわかりますよね。皆さんが一番戸惑うのはこの中の塗りつぶしがなくて
濃さはそのまま 100% にしたいという時ですね。その場合は塗りの色を選んで、そしてこちら塗りの色はなしにします。斜線が入っているところを選びましょう。バツで閉じます。するとこのように中の塗りはなくて、そして線の濃さはそのままになります。ドラッグをしていくと分かりやすいので移動します。ほら、こんな感じですね。こんな感じで移動をします。では今日の動画はここまでにしたいと思います。いかがだったでしょうか。定番のメモアプリ、今までは文字、メモですからね、文字を入れるのが基本になっていました。そして写真や表などを入れることは前からできましたが、今このようにステッカーを挟んでみたり、可愛い絵文字ですよね、ステッカー、そのようなものを挟んでみたり、それから図形に関しては結構複雑なことができるようになりましたね。残念なのはこの図形、図形というのはシェイプという言い方をしますが、このシェイプ傾けることができないんですね。これ次のバージョンとかで直してほしいなと思います。イナワク TV ではこのように生活に便利なノウハウを初心者の方向けに投稿しております。まだチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ベルが震えるまで押していただくと、漏れなく動画が投稿されるとお知らせが参ります。では今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。またね。イナワク TV チャンネルではメンバーシップの仲間を待っています。学びに年はありません。あなたを待っています。